はい、こんにちは。こんにちは。今日はチームでトラック連です。報道の 1000m インターバル、こちらで上手に優勝していきたいと思います。トラック初めてですね。あ、トラック初めてなんですね、はい、今日トラックデビューということでやっていきましょう、はい、前回間違えてきちゃったんで、今回はメッセンジャーをダブルチェックしました。もう同じ過ちは犯しません。絶対に間違えない。レース設定いかがいたしましょうか。レース設定はレベルに幅があるんで、ちょっとチームで分けて、はい、日高若菜さんとかは3分30。はい、もう今ちょっとありますね。あ、あります。80って感じで15やって、とりあえず様子見てみましょう。はい、3分半の民がいます。3分半の民がいます。3分20ぐらいの民。マジで3分20って短距離かな。いや、分かった。ちょっと調子見ながら。横田、お疲れ様でした。あ、ありがとうございます。 AG が3位、総合はなんと4位。そうですね。いや、素晴らしすぎるね。なんか今回も強すぎます。来月にわたらせのスプリントに出ようかな。また完走できるように頑張ります。3分18秒。え、ちょっと何秒でした？3分18です。え、これあと4本やんすか。あと4回しかできません。はい、ここで日高先生のランニングクリニック、ジョグシューズと血栓シューズをこう使い分けている方っていらっしゃると思うんですけれど、はい、どういう基準でどういう使い分けをしているとか、もしあれば教えてください。レース用シューズ。そうですね、っていうことですよね。最近ですカーボンってあるんですか。軽い、柔らかい、反発があるっていう、これが全部揃ってるのが血栓シューズっていう作りでいいのかな。ジョグシューズっていうのは、あの、基本的にはカーボンが入っていない。ジョグの時間が練習の中で一番長いんで、コストパフォーマンスに優れて、ちょっと安いから。普段のジョグシューズと血栓用シューズの種類を分けないって人もいると思うんですよ。同じシューズを使うのもいいと思うんですけど、やっぱ気持ちの切り替え的に同じシューズで2足持ってた方が、同じモデルでもジョグで使ってるモデルとレースで使う用のモデルっていう風に分ける。アスリート的にはテンション上がるのかなっていう。おお。解釈で僕は思ってます。以上です。ありがとうございます。はい、ただいま3本目終了。しっかり水分を取っていきます。今3分18ぐらい。そんな早いの。1000m 5本終わったので、次は 200m ダッシュ3本。 200m ダッシュ3本。初めてのトラック連インターバル、いかがだったでしょうか。きつかったですけど、みんなでやるとちゃんとついてきました。頑張って。そうですね。これからもいっぱい走って強くなっていきましょう。お願いします。お願いします。頑張ろう。トラックインターバルでした。また次回の練習でお会いしましょう。お疲れ様でした。